皆さんこんにちは、ちのです。今日はですね、久しぶりに CD の購入品紹介をしていこうと思います。はい、ということで CD の購入品紹介をやっていこうと思います。冬服のね、処理をしたから冬服がなくなっちゃって、それでちょっと追加したくて冬服買いました。え、待って、袋20、え、袋が20なんだよ、なぜでしょう。そう、ちょうどタイミングよく明日がクリスマスで、クリスマスに着ていけるかもしれない服が入ってるかもしれないから、それをね、見つつ紹介していこうと思います。今回は4着買いました。4着買いました。私にしては少ない方です。抑えめに買いました。1着目がこう、なんか白いこの、ここがジッパーになってるやつを買いました。意外と生地がちゃんとしてるけど、多分中が透けるので、中に何か着る必要性はあります。かわいい。ここがね、そのジッパーになってるのがめっちゃ可愛いなと思って、多分これは街中で見ないし、ショート丈とまではいかないけど、ロングでもない丈感の服を買いました。これは中、ややかな、やや透けるので、まあ念のため下着てた方がいいかなっていうぐらいの薄さだけど、まあしっかりしてる、この辺とかはしっかりしてるので、全然春まで、春先まで着れるし、めっちゃいいと思います。で、なんか人によっては、人によってはここのね、開けるところを調整できるのがいいんじゃないですかね。ギャルの人はめっちゃ開けるだろうし、私はあんまり開けたくないので、あんまり開けませんが、これだいぶ1枚で大人っぽいし、おしゃれだし、いいと思います。はい、2着目が、これは一目惚れをしました。だいぶ一目惚れして、買ったんだけど、なんかこういう別の生地がいろいろ組み合わさってるコーデュロイのポロシャツっていうものを買いました。合う。これがすっごい可愛くて、本当に一目惚れして買いました。丈はね、長いんですけど、あ、でも長いけど、なんかダボっとしてでも着れるし、インしても着れるっていう感じだから、すごい、ね、ちょうどいい丈かもしれない。最近ショート丈はあんまり着なくて、なんかダボっとしたのがいいなと思う時もあれば、インして、まあ、ちょっとショート丈っぽく風にするのも個人的な中では流行りではあるから、すごいめっちゃ可愛い。これはちゃんとしっかりしてるので、透ける心配もない。透ける心配がないのが一番嬉しい。で、ちゃんとした胸元のポケットもあるし、これはクオリティがなかなか高いんだと思います。可愛い。これは優勝かも。続いては、セーターを買いました。これはなんか私が CD で何を買おうかなっていろいろ悩んでる時に、 YouTube でその CD の購入品紹介をいろんな方が見てたんですけど、結構これ買ってる人が多かったなっていうのを買いました。めっちゃ可愛い、こういうセーター、大人っぽいなって思って買いました。私なんかずっと子供っぽいっていうか、いまいち抜けない大人っていう感じの服を着れてないので、ちょっと大人っぽいような感じの服、これだったらいつの年齢でも着れるかもしれないと思って、長持ちしそうだったんで、他の服よりちょいお高めだったんですけど、長持ちしそうだから買いました。めっちゃ可愛いです。なんかね、青がね、青って感じじゃなくて、もうネイビーより、ネイビーがないな、着やすい青ということで、すごく可愛いので買いました。丈はね、ロングよりショートではないんですよね。
インできるよぐらいの丈感ですね。めっちゃ着るの楽しみ。いいですね。あ、あと静電気がすごい。バチバチいってる。はい。で、ラスト。ラストが、カーゴパンツかな。カーゴパンツで、この緑のカーゴパンツを買いました。なんか黒は持ってるんですけど、私はなんか緑が最近結構気に入ってて、緑っていうかカーキのズボンがハマってて、ちょっとカーキのカーゴパンツ欲しくて、GU だとメンズしかなかったので、ちょっと買ったんですけど、なんかストリート、スポーティー、そういう系に寄せたくて買いました。このズボンは下にね、あるかな、こういうのがあるのでこうやってねすぼめられたりピッてできたりするのでめっちゃいいと思います。自分が好きなようにできるから。私はめんどくさいとこのまま着るんですけど、まあいい感じだったらシュッて軽くシュッてしますね。ギュッとやらないかな。で、これはベルトのところがあって、でも基本ここゴムなんでね、いいと思います。あ、身長が155だと思うんですけど、155で S サイズでちょうどよかったです。ちょうどよく履けそう。なんかなんていうの、ぴったしっていうよりかは、なんかすごいダボってきたい時に、履くズボンの丈感っていう感じです。そう、そんな感じかな。衣装かな、ということで以上 SHEIN の購入品紹介でした。結構ね、なんだろう、個人的には今回すごく満足いくものたちで、これから着るのが楽しみだし、明日ちょうどクリスマスなのでどういう服を着ようかなっていう風に選ぶのか楽しみになりました。本当に前日に届いてよかったなって思います。タイミングがあと1日でもずれてたら多分間に合わなかったと思うので、本当にギリギリセーフでした。すごい大人っぽい買い物ができたので、ちゃんとこれからこの服たちはたくさん愛用していこうと思います。多分ジャンルもしばらくね変わることないと思うので、ちょっと大人っぽくなりたいので、ちょっと大人になっていこうと思います。品数はねいつもよりね少なかったんだけど、すごくいい買い物ができたのでとても満足でございます。青いセーターとかも着てみたかったし、白いやつも あんまり大人っぽい感じ、すごい大人っぽいと思います。大人っぽいけどちょっとクールめの服とかも買えたし、かわいいかわいいコーデュロイのちょうどいい丈感のシャツも買えたし、欲しかったカーキーのカーゴパンツも買えたし、私にとってはすごく満足のお買い物をすることができたので、とても良かった良い買い物でした。ということで次に私の購入品紹介はいつになるかわからないけど、またその時が来たらしようと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。